森林拠点の屋上にいるんですけど、拠点は抜かれず無事でした。で、前回からですね、少し拠点を強化しまして、まあ、ハニカム増やしたりしたんですけど、ここ床建築されてんな。まあ、入り口のね、片開きも2枚にしました。で、あそこの奥の拠点、タワーみたいなの立ってたんですけど、風化してます。自分の拠点周りの情勢は少し変わってるっぽいんですけど、この辺の景色はあんま変わらないな。まあ、奥にでかい拠点があるぐらい。で、前回リードしたところはもう消えてますね。ミニコプターか。で、夜が来そうなんですけど、シャワーブランチ、モニュメントパズルします。そろそろ外壁とかもリサーチにかかってもいい気はする。で、まあ本拠をどこに建てようかなって感じありますね。今持ってる森林拠点は一応仮拠のつもりで建てている。入っていきましょう。モニュメントパズル内の箱の中身は微妙だな。分解終了。夜が来てんな。んで、満月。まあ、夜なんで分かりづらいんですけど、風化っぽい拠点だよな。前回から結構そういうの増えてきてる感じはあるかもしれないっすね。で、自分の目の前の拠点って、豚いた。無事帰宅。ちょっと離れてるとこなんですけど、梱包爆薬の音3回ぐらい鳴ったんで、向かってみようと思います。アラボラの奥側ぐらいかな。あれ、拠点から出たら爆発音しなくなっちゃったんだけど。まあ、とりあえず、アラボラには着きましたね。こっから先は、もう一度音を立ててくれないと、わかんない。ん？足音してる。フラッシュライト焚いてますね、これ。ん？炸裂音ってる。でも中入ろうと思ったら、これ上からじゃないと無理か。とりあえず一人倒して。うわ、マジか。一応場所はもう分かってるんで、もう一度向かおうと思います。けど一人倒したんで、レイドは止まってる状態かな。それと、この風化拠点入ってるか？取られた後か。レイド一度中断してまた再開するのか、それともまだやってる？まあでもやってたら炸裂音の音聞こえてきそうではあるけど。うん。ショットガンの音してますね。うん、人の気配ないんだよな。中入ったか。で、もう一人はいるもんだと思って動いた方がいいっすね。あ、中入ってるわ。足音消して近づいてってはいるんだけど、見られたら終わるっていうね。足音しないけどな。で、タレットの音するんで、ショットガンのタレットに引っかかった感じか？もう、出たかな、これ。で、カーゴシップ来てますね。このタレットか。まあでも死体みたいなのはないな。ここのフロアだけ見て、
回収して帰ったって感じか。まあ、本格的にがっつりレイドしようって思ったわけじゃなくて、一部壊したって感じですかね。うわ、カーゴシップマジか。海岸拠点近くの港にベタ付きしてますね。一回拠点戻ったら前回みたいにショットガン持って向かおう。で、前にロケットランチャー撃ちまくって暴れてた拠点はレイドされた感じかな。一度拠点に戻りまして、銃声してますね。どうだろうな、これ今誰かが船に潜入したって感じか。いや、前回みたいに夜の方が入りやすいな。え、花火上がってる。で、戦闘が起こってないんで、もしかしたら1チームしか乗り込んでないかもしれん。まあでも確実に2人以上、ん ?2 人以上船に乗り込んでると思う。で、ハンドメイド LMG の音でしたね。上がってる。この先は怖いな。まあちょっと動きがあるまでこの辺で待機しようか。上がってる。まあなので今結構後ろで戦い合ってるって感じかな。で、これは出発の合図っすね。ん?泳いできた人がいるね。侵入したぞ。うわ、なんか奥に人いたな、今。いなくなってる。いや、足跡消してる侵入者が多いかもしれん。カーゴシップ行ってしまいましたね。なんか、ショットガンの効き悪くないか。ミニコプターでカーゴシップ行くのかな。なんか結構目の前でショットガン撃ってもこのサーバーだと倒せないんですよね。さっきも思いっきりヘッド入ってたのにな。次貨物船乗り込むときは、まあ、ショットガンじゃなくて武器ちゃんと持とうと思います。けどな、トンプソンとかも、え、何これ、豚が一箇所に集まってるぞ。なんであそこに集まってんの ?6 頭ぐらいいる。なんかバグってんのかな。けどな、トンプソンとかを持ってったとしても、勝てる気はしないんだよな。あの、目の前でショットガン撃っても死なないからね。まあだからセミオートライフルを持って行って、相手が気づいてないタイミングで倒すとかしか道はないかもな。金属燃やしてセミオートライフル次は作ろう。床壊して、この拠点とかってなかったよな。まあレイドされてたり新しく拠点立ったりと日々変化してってますね。なるほど。電気炉とか欲しいけど。あ、もらえるわ。工具棚ないんだ。俺は自動化組んでる?取れないか。ガレージが邪魔っす。取り外せない。やばい、列車来てる。武器持ってきてたらやれたかもな。この拠点は抜かれたわけじゃなさそうっすね。死ぬかこれ。ああ、なるほどね。石が溶けたって感じだな。お、この下。
最深部か。いや、こっちが最深部か。人が寝てるところは、見れますね、これ。前回の炸裂弾が70発ほど残ってはいるんですけど、自分の拠点に異様ないんで、あの拠点風化するのちょっと待とうかなと思います。え？誰かが漁ってる？まあでも原人か。ん？刺さって死んだっぽいな。まあでもな、さっきの人、あの風化拠点を確認したってことで、もしかしたら石の耐久に気づいたかも。で、空港は漁られてないっす。フューズ入れて、アクティブ。リサイクラーちょっと回していこう。フラッシュライトないんすよね。蒸気も美味しいの。暗いんですけど、こちら側から出ます。で、逆側の箱は開けに行きます。分解終了。無事帰宅。ということで、本当は前回行こうと思ってたんですけど、レイド行ったことによって、まあ予定変更で行かなかった施設向かおうと思います。で、自分の拠点から少し離れてるということで、これたどり着けるかな？あそこにでかい拠点あるんですよね。左手の山登って向かおうかな。いや、なんか登れなさそうだな、あれ。結局走ってどん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 来ちゃってるんですけど。うわ、この拠点マジ怖いな。ということで、目的の施設、見えてきましたね。ここに来るのはだいぶ久しぶりだな。で、モニュメントパズル回ろうと思ってるんですけど、おっと。それも久しぶり。まあでも、道沿いの箱は開けられてないっぽいですね。で、ここに来た理由は、エリートボックス開けるためっすね。レベル3の現物を狙う。まあでもなんか敵いそうな気もするんで、ちゃんと回れるかっすね。え？狼にたげられたかこれ。箱湧いてます。融通入れてスイッチオン。で、夜の時の戦闘でフラッシュライトを現物ロストしちゃったんで、中に入った時に絶対暗いんだよな。で、狼いすぎじゃない？ああ、マジか。戦車は出てってくれたかな？行こう。え？待って、なんか死んでんだけど。サイエンティスト。誰かが戦車やってたんだな。パイプ？箱湧いてない。これ漁夫来るのめちゃめちゃ早かったりすんのかな。入っていきましょう。電気つけよう。明るいね。あれ？これ回られた後か？なんか AI 死んでるんだけど。まあエリートボックス屋上に湧いててくれれば俺は何でもいいんでね。とりあえず回ろう。え、待って、湧いてない。来た意味。で、炸裂だ。
マジか。モニュメントパズル回ってる人いるんだ。まさかすぎますね。で、赤のキーカードスキャンしたのもったいない。さすがに湧き直しまで待つのは厳しいよな。まあなんか10分ぐらい待ってみてもいいけどね。せっかく来たんだし。綺麗に箱取られてんだよな。うわ、スイッチオンなってるわ。ってことはマジで回ったの最近なのかな。そこの建物に武器ボックス湧いてたけどね。まあ布にも余裕あるんで、ちょっとここで待ってみようと思います。受精してますね。レイドかな。まあここに続けて湧き直ししなかった時、ただの時間の無駄になっちゃうんで、屋上までちょっと行ってみようかな。てか、すべての AI 倒されてるなんて、結構珍しいと思うけどね。ないよな。また狼？狼いすぎじゃない？こっち側にもいるんだけど。まあせっかく来たんだし、一箱でも多く開けていこうということで、この下入ろうかな。やべ、戦車来てる。まあここは来てないっしょ。いいっすね、湧いてる。まあどっかで分解とかしたいっすけどね。でな、列車があればそれ乗って帰りたいんだけど。やっぱレイド起きてる。無事帰宅。まあエリートボックス開けられなかったけど、少しだけアイテム集まったかな。あと250ぐらいかな。人死んでる？え、これみんな狙ってたりすんのか？え？耐久減ってなくない？けどなんか他のところは崩れてる感じ。あ、金属が溶け始めてる。これ誰か石のとこ直したのかな？それはない。それはないか。まあ、かといって、耐久350を炸裂弾で壊そうと思うと、前回よりもかかるっていうね。ジャックハンマーめちゃくちゃいいな。ちょっと叩いただけで、結構集まりましたね。それと、さっき風化拠点から取った、電気炉使っていきましょう。ん？部品系持っちゃってるんだけど、倒しに行こうかな。多分 MP5 だよな。部品は一度置いてきました。いや、今回自分が思い描いてるのとは、え？まずいな。MP5 が来るかもしれん。よし、無事帰宅。分解終わった後だったのかな。スクラップありがたいっすもん。ということで、いろいろとアイテムリサーチしていこうと思います。
脅威と高速ライフル弾リサーチします。まあ、レベル3のアイテムなんでね、タックス 20% かかるってことでリサーチを。よし、3ベンチ開きまして、技術釣り食らっていきます。まあ、ちょっとずつちょっとずつではあるけど進んでってはいますね。ということで、今回漁夫行ったり、まあ、カーゴだったり、あとロケット施設エリートボックス開けに行ったりしたんですけど、すべて自分が思い描いてる通りにはいかなかったですね。まあでもスクラップは集まったということで、まあなんとか成長はしてるって感じかな。で、拠点なんですけど、全然レイドされなくて、まあ今回床つけられて偵察は来たものの、多分ここは大丈夫だと思います。で、あとはね、本気をどこに立てるかって感じなんで、またそれもね、決めていけたらなと思います。